ミラとワミラのスカルキャップ、これ交換してくれてます。以前買ったこれ、これです。ハンダ化します。少しは楽しませてもらえるのだろうな。簡単に言うと、ここをキュッとして、とここ、これ何だ、引っ張る、引っ張ると取れる、取れた、来ました。何これ、何これ、なんかついてますよ。取れました。ここにはね、上の部分のこの、これを外す、爪があるの、これこそそうです。はい、なんかパッと来ましたね。来ました。うわ、まず上を取らないと下が取れないらしいので、次下取ります。靴下も外れました、これ。ややこしいです。はい、取れました。外すためには上を取らないと思うんですよね。両方取りました、パパッと。さらに下に黒を取ります。下にはまりました。で、この上にはめていきます。これをこう、はい、運転席はもう、まあ、決まりました。チッターやるみてえだな。はい、続きまして、サイドマークからこれをこれに交換します。初期版はこれです。本田純正部品です。 FD2 用のサイドマークはなんと S6 にぴったりあるこれです。もう光る。今から外します。外し方は簡単です。キュッキュッと押すと、この浮いてくるんです。このままこうか取れます。はい、そしたらば回すと外れます。そしてこれをこうつけて、パチンと回ったらまたこう抜いて戻すだけ。はい、完成です。はい、ステルスか、どうすか、決まった。貴様、なかなかできると見えるな。どうしよう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 。はい、ですね、今ちょっと動画の編集が全く追いついてません。ですので、装着も1ヶ月後とかにちょっとこう出るかもしれません。撮りためた動画がいっぱいありすぎて編集が追いつかない状態です。いじりたいし、動画も編集したいし、ちょっとで、あっちもこっちもとちょっとできないので、とりあえずいじり優先。はい、いじり優先です。こんなやつに勝てんのか。あとも編集待ちの動画がいっぱいあります。はい、ということでちょっと動画編集遅れてます、すいません。はい、ということでご了承ください。よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。ご清聴ありがとうございました。